つば人は、エニセイ川原流域に居住する、トゥルク語系言語である、トゥバ語を母語とする民族である。日本語表記で、つうバ人と表記される。人種はモンゴロイドに属する。古くは、北歯鉄緑伝、随所あるいは、旧当女、新当女に見られる、トハや、トハは、このトゥバ人、もしくは、トゥバを自称する、トファラル人や、コイバル人のことであると考えられている。 トゥバ共和国を構成する基幹民族であり、約25万人の人口を持つ。一部モンゴール国北、西部や新疆ウイグル自治区、カザフスタン東部にも居住している。身体の反対アザ、トーツトムガラス領海と重なる部分が多い。ロシアではサヤン山脈の語源となったソヨン人とも呼ばれていた。エニセイガー源流域は古くより強度、戦費、 従前、突決、海、骨、カツカツコ,コ、モンゴル帝国など、多数の国家が攻防した地であり、トゥルク語系所属の他モンゴル語系所属、サモエード語系所属、ケット語系所属などが雑居していた。伝統的に、シャーマニズム信仰が浸透していたが、18世紀、ゴロよりモンゴルを経由して、チベット仏教が伝来し、これに伴いたのトゥルク系と比較して、 モンゴル系と同化する傾向が強くなった。19世紀末には、ロキヨシカンの系装置となり、1914年にロシア帝国の保護領となった。サイアン山脈、タンヌオーラ山脈の間に位置するトゥバボンチなどでは、馬や牛、羊などの放牧のほか、大麦やキビなどの栽培が盛んに行われており、都樹地方では、トナカイの飼育と狩猟を中心とした生活が営まれている。 途住地方のトナカイシークはその世界的発祥地として知られている。ありがとうございます。